皆さんこんにちは。三葉です。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。図のように3辺の長さが 3cm、4cm、5cm の直角三角形と2つの半円があります。直角三角形の辺上の点 A を2つの半円が通っています。この時3つの塗られた部分 A、E、U の面積の合計は何平方センチメートルですかという問題です。 それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、予備知識としてこのような面積を求めていきたいと思います。これはどのような面積かというと、正方形の中に2つの9 0度の扇形があります。 2つのの扇形を書いた時にその重なった部分ですね重なった部分の面積を求めなさいという問題ですけれどもこれほとんど中学受験する人は必ず1回はやる問題ですよね公式もあるぐらいなんですけれども今日は公式を使わずにまずこのやり方をしっかりと習得してほしいかなと思います解き方はいろいろあるんですけれども一旦重ねるっていう解き方をします、えー、どういうことかというとここの扇形と ここの扇形のの面積の合計をとりますはいこのように半径 1cm の90度の扇形ここですねこれとこれを足しますもちろんですけど足すとこの葉っぱ型の面積にとっては大きすぎますよね全然大きすぎますそこで引きます無駄な部分を引きます 無駄な部分っていうのはどこかというと当然この辺が無駄になるんですけれどもこれを重ねることによってじゃあこれちょっと赤線で引いておきますね赤線で引いて次にちょっと重ねてみます重ねて書いたとしたらはいかなり多く足していますその時必要な部分はこの二重に重なったところ二重に重なるということは一ついりませんよね 1>, 1ついらないですしなんならこの両端もいらないわけです。ということは引きたい部分の面積ってこことここの両端ですね両端もいらないしこの1枚分だけいらないさあこれ何が言いたいかつまり正方形を引けばこれ1枚分だけ残るんじゃないですかちょっとやってみますね。 この赤の面積と青の面積を足すと二重に重なるから1枚いらない。そして両端もいいらない要は1枚いらない上に両端もいらない。ということは正方形の面積がいらない部分ということになりますね。はいだから式が結構簡単になります、はい、このようになります。 1×1×3.14×4 分の14 1 4 4分の1の半円を2つ重ねるわけですからか ×2=1×1 正,正方形の面積がいらないので 1.57=1 により0.57平方センチメートルというのが分かります。 円周率が3.14の時は0.57倍になってると覚えてる人もたくさんいるんではないでしょうかただし求め方をしっかり学んでおいた方がこの問題で役に立ってきますはいそれではこちらの問題に行きましょうはいそれでは面積についてなんですけれども特にこの「あ」に注目ですよね先ほどやった葉っぱ型みたいな感じに似てますよねだから同じような考え方を使います一旦重ねるとじゃあ「あ」 二重に重にねてみてみください要はこの扇形半円ですよねこの半円とこの半円の重なった部分が「あ」になりますちょっとやってみますはい直径3センチの半円次直径4センチですね直径4センチの半円そうすると面積を足せばここの部分重なりますよね 重なりますはいなので後から引くということを使いますそして今回はいこのような面積になっております今青の面積を足すとはいこのようになり赤の面積まあ、半径4センチですね半径4センチの面積を足すとこのようになりここ二重に重なってます なので1枚分いらないです。残りいらないとこどこでしょう。最終的にこれとこれもいらないですよね。だからこれ1枚分とここの両端、両端もいらないです。つまりいらないところをまとめると、この三角形の部分の面積がいらないということです。ちょっと消してみますね。 三角形の部分の面積をこことこれ1枚分ですよね二重に重なってるから1枚分ともう一つを消してやればはいこのような形になっできるわけですはいまとめるとこの半円足すこちらの半円から二重に重なったところを1枚引くついでにこちらの両端もいらない要は全部まとめるとこの三角形の面積はいらなくなると はいやってみましょう直径3センチの半円ですので 1.5×1.5 半径×半径× 3 1 4 ×二、はい、分の足すはい次、えー、直径4センチなので半径2 × 2 × 3 1 4 ×二分の一 はいこれ足すこれをしたら足しすぎなんです。二重に重なっている部分を一枚引いて両端も引く。つまり三角形の面積を引くと。はい。あとは計算しましょう。はいということで答え三点八一二五平方センチメートルというのが正解になります。 はいいかがだったでしょうか葉っぱ型とかレンズ型と呼ばれる、えー、と面積の公式0.57倍っていうのは有名な公式ですけれどもそれの原理原理則を利用した両門だと思います公式だけでなくこの公式の意味もしっかりとやり方もし把握していないと解けない、えー、問題でございました。 はいいかがだったでしょうかこのやり方が良ければチャンネル登録高評価コメントいただけると幸いですまたオンライン上で集団授業や個別授業もやっていますのでよろしければ公式 LINE アカウント貼り付けておきますのでそちらから入って、えー、見てみてくださいはいそれでは本日は以上になりますありがとうございました